2016年ツール・ド・コルス・ラリーとフランスは1956年からフランスのコルシカ島で開催されているラリー。ラリー・モンテカルロやアクロポリス・ラリーと並ぶクラシックイベントで数々の逸話が生まれた。1973年から世界ラリー選手権の一戦として開催。1996年を除いて2008年までは WRC カレンダー内での開催としていたが、ローテーション性のため、2009年はシリーズカレンダーから外された。2010年よりフランスにおける WRC 開催地は本土のアルザス地方に変更され、2011年と2012年はインターコンチネンタルラリーチャレンジ2013年と2014年はヨーロッパラリー選手権の一戦として開催された。 2015年から再び WRC に復活した。1980年までは周期に開催され、1981年から1999年までは5月に開催されていたが、2000年以降は9月、3月、10月、4月、10月と年間スケジュールに翻弄された開催時期となっている。かつては島を一周するラリーだったため、 ツールという名がつく。1990年代より島南西部のアジャクシオ周辺に SS を設定してきたが、IRC では島を縦断するように移動しながら戦うスタイルになった。WRC 復帰後も3日間の SS 数を10本程度に減らし、30から5 0トル級のロングステージを設けている。島東北部のバスティアや中央部のコルテ、 南東部のポルトイコールベッキオといった街も皇帝の要所となる。直線が100メートルあるとコルスではない、1万のコーナーを持つラリーとまで言われるほどツイスティーなターマックステージで山岳地帯の切り立った断崖絶壁を縫うように走る。全体的に道幅が狭く舗装路面は荒れており、標高が高い場所では天候が急変することもしばしば。 経験値や性格かつ辛抱強いドライビングが必要とされ、地元のフランス人ドライバーやターマックスペシャリストが強さを発揮してきた。1985年には、ランチアのアッティリオ・ベッテが、1986年には、同じくランチアのヘンリ・トイボネンが競技中に、事故死し、グループ B のモンスターマシンの廃止につながった。コルテ・タベルナの事故現場の近くには、 トイボネントコドライバーのセルジオクレストへ向けた小さな慰霊碑が建てられており、今なお多くのラリー関係者及び、ラリーファンが訪れている。1997年には、三菱の富茉記念がコース上にいた牛に激突し、はずみで谷へ50メートルほど転落したが無事に、生還した。ツールとコルスで死亡した1985年のアッティリオベッテが、 1986年のヘンリー、トイボネントもカーナンバーが4であったため、イゴカーナンバー4は1995年まで結番となる。1995年からはカーナンバーがシーズンを通し固定性になるゆえの復活だが、1995年にカーナンバー4をつけてコルシカを走ったのはコリン・マクレーである。この時マクレーは生還しているが、 2007年にヘリコプターの墜落で非合の死を遂げている。2回以下は割愛。ありがとうございます。